はい、競馬大学エリザベス女王杯大予想でございます、はい、ただいま11月11日金曜日、女王杯のですね枠順確定直後でございます、競馬大学今回はゲストをお迎えしてですね、エリザベス女王杯を掘り下げていこうと思っております、人気上昇中の騎手予想 YouTuber 森田愛さんでございます。森田さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。お絵かき競馬予想の森田愛です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。森田さん2回目のご登場ということで、はい、前回が去年の札幌記念だそうで、もうかなりね、はい、間が空いてしまったんですけれども、はい、ご無沙汰しております、はい、ご無沙汰してます、まあ、今回はねやっぱり女王杯、まあ、牝馬の頂点を決めるレースですから、はい、もう女性競馬 YouTuber の頂点に立っている森田さんにぜひということで。全然そんなじゃないです、はい、だって秋の天皇賞もバッチリだったということで。あの秋の天皇賞は当たりました、はい、本命イクイノックスルメール騎手、はい、で、はい、3番手評価にダノンベルーガ川田騎手ということで、はい、単勝複勝3連複勝った、全ての種類の馬券は当たりました。素晴らしいということでね、今回も期待しておりますのでよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、それからいつも通り競馬ラボの鹿野くんにも、加わっていただきます。鹿野くんよろしくお願いします。はい、天皇賞外れました、鹿野です。よろしくお願いします。はい、私も天皇賞外れました、水上です。ということで、鹿野くんの女王杯ね、今年のエリザベス女王杯なんですけれど、まあ、一言で言ってメンバー豪華ですよね。そうですね、結構個性派揃いというか、どの馬から行ってもいいなっていう面白いメンバーですね。まあ本当ですよね、まあ、その11年ぶりの海外からの参戦というのももちろんなんですけど、二冠牝馬がちょっと故障してしまったというのはありますけれども、まあ、それ以外ほとんど強い馬たちが中距離路線の、ね、強い馬たちが集まってくれたかなという気がします。それから、馬場なんですけど、どうも当日の天気が思わしくないんですよね、阪神は。そうですね、僕が見た天気予報だと、日曜日の朝から雨予報で、レースの時間までもちょっと降るんじゃないかなという予報を見たんですけど。そうですよね、私もチェックしたらなんか降水量5ミリになってて、まあ、5ミリがじゃあどうなんだっていう話になると私はそこまでわからないんですが、間違いなく言えるのは高速馬場にはならないということでしょうかね。まあ、両馬場で持っちゃうかもしれないけど、ものすごく速い時計が出るような馬場ではないということは多分言えるんじゃないかなと思います。あと鹿野くん、内回りの2200、やっぱりこの舞台設定ですよね、はい、そうですね、かなり特殊なので、うん、もうこの2年間エリザベス女王杯が阪神でやってるこの2年間はもうかなり顕著な傾向が出てますんで、それ後で紹介したいと思います。そうですね、はい、私もですね、とにかくこのコースというのは、パワーパワーということで、牝馬にはかなり酷な舞台というふうに思っております。あとはまあ展開的な部分ですけど、まあ、今年はどうなんでしょうかね。やっぱりローザノワールあたりが引っ張っていって、そこそこ平均的には流れるっていうふうに私は見てるんですけど、どうですかね。そうですね、僕も同じ見解ですね。ローザノワールがいて、まあ、先行したい口もちょこちょこいますし。そうですよね、まあ、超スローペースってことはないかな、ないかなというふうにはね、私も思います。まあ、そんなあたり前提として踏まえた上で、まあ、これからねちょっと話を進めていこうというふうに思っておりますが、私の本命ととっておきの穴馬はぜひ競馬ラボ血統トレジャーハンティングでレース前日の夜に公開いたします。去年はね、まあ、本命がステラリアでお宝赤糸でね、まあ、的中させることができたんですけれども、同じ舞台の阪神2200宝塚記念はキシーガース本命でね的中させることができました。今週も頑張っていこうと思っております。まあ、得意の舞台って言っていいのかな、まあ、そんな感じも自分でありますんで、どなた様も無料で見ることができます。概要欄にリンク貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。さてじゃあ本編に行きましょう。エリザベス女王杯で今年、森田愛さんが飼いたいと思っている2頭をこれから1頭ずつ挙げていただきます。はい、冒頭にも言いましたが、森田さんはね騎手予想ということで、もうこの立場にもう徹底しているわけですよね。はい、はい、そんな森田さんが選んだ1頭目どの馬でしょうか。はい、1頭目はこちらの酒井隆成騎手騎乗のスタニングローズにしました。おお、スタニングローズ秋華賞馬。はい、はい、これはどのようなデータから導いたんでしょうか。はい、ご紹介に預かりました通り、私ジョッキーデータのみで予想するというスタイルで予想させていただいてるんですけども、うん、今回もスタニングローズが強いからではなくて、酒井隆成騎手のデータがいいので本命にさせていただきました。うん、はい、はい、
でまずですね、坂井隆成騎手の阪神芝 2200m の成績なんですけども、はい、2021年以降先週までの成績を見てみますと、坂井騎手 1,2,1,4 で勝率 12.5%、 副勝率がなんと 50%、ということで副勝率がかなり高いんですね。でまあ、こちらがちょっとデータ数が少なめのものになるので、もう少しデータを広いものを見てみますと、うん、阪神芝全体の成績を見てみましても、はい、20、21、13、95ということで、勝率 13.4%、 副勝率 36.2% ということで、うん、まあ、ちょっと 50% のインパクトには劣るんですけども、しっかり安定して、うん、副勝率も 36.2% なんで安定した成績を収められています。はい、あともう一つ、もうちょっと微妙に絞って内回り、阪神芝の内回りだけで絞った成績も見てみますと、はい、こちらが11、6、7、51で、勝率が 14.7%、 副勝率が 32.0% なんですが、うん、こちらが単勝回収率が 124% なんですね。ということは人気以上に好走している内回りが得意、うん、ということになります。なので、坂井隆成騎手トータルしてこのコースは得意なのではないかというデータになってます。はい、うん、やっぱり坂井騎手はこの1年間のやっぱりこう上昇、成績の上昇が多分著しいと思うんですけど、はい、多分今森田さんが紹介した数字ももう本当にこの1年あるいはもう半年ぐらいでぐーっと上がってきてるんじゃないかなと思うんですよね。うん、今年あの阪神開催がね、結構こう京都がない分阪神でずっとやることがこのとこ多かったんで、多分まあそこそこは騎乗回数もあるとは思うんですけど、まあそれでね、あのこの数字っていうのはやっぱりなかなかのものがあるなと思うんですけど、これスタニングローズ、ちなみに秋華賞の時も坂井ジョッキーに乗ってますけど、この秋華賞の時は森田さん、スタニング、あのどういう扱いをしたんですか、坂井ジョッキー。対抗評価ですね。対抗評価だったんだ、はい、なるほどなるほど。じゃあやっぱり阪神の内回りっていう点でのこう一つ信頼度っていうのがあるから重い印をつけたっていう。そうですね、はい、今回はそれとコース成績で今の段階で5割来たので、うん、まあ、僕はあのスタニングローズは確かこの秋華賞のこの競馬大学の時にあの上げたんですよね、解体2頭のうちに上げたんですけれども、まあその時言ったのはもうとにかく血統的な部分でパワーが強いっていうのと、もうとにかく例のあのバラ一族の阪神適性っていうところで高く評価したんですけれども、あの一つね、個人的にスタニングローズに関して心配しているのは、まあやっぱり秋華賞が一つ大きな目標で、それを勝った後っていう部分と、あとはやっぱりこの阪神の内回りコースを2回続けて G1 走るって結構牝馬にはきつくて、大阪杯と宝塚記念の連続構想っていうのも結構なかなか難しいことなんで、まあそこですよね、スタニングローズの体力っていう部分、そこが果たしてどうなるかというところでの心配ですけど、まあでもそういったところを考えずにもうひたすら坂井騎手でこうね押し通すっていうのがジョッキー予想のいいところですからね、そういうところ考えてたんじゃ当たんないですもんねジョッキー予想このスタイルで当たればいいなと、はい、当たればいいなと思ってますよね、はい、うん、ちなみにあのご自分で本当に馬券買うときっていうのは騎手予想以外の要素って入れたりもするんですか、はい、小さな声で。いや、あの本当に他の馬券は買わないですね、多分もう2種類とか買ってしまうともうマイナスになると思うので、うん、あの、うんうん、もう私は馬券を買ったら全部ツイッターに載せて、でそれは全部重賞では載せてっていう風にしているので、あのもう本当放送外というか SNS とかで公表しているもの以外の馬券は買ってないです。あ、そうなんだ、はい、あ、さすが潔いっすねそこは潔いと思いますけれどもね、あの別にこの予想したレースではなくて他のレースをプライベートで買うときっていうのはどうなんですか、やっぱり騎手予想メインでやってるんですか。あのもう見るだけにしてます、見て予想、あの騎手予想でデータだったらこれだなっていうのを見て、あ、なるほどなるほどなるほど、あのお金は使わない、でも解体レースに解体レースに資金を集中していくパターン、はい、そうですね、なるほどね、だって中央ウィザードに何十万円ぶち込むんですよ。そう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 。俺はあれは見たんですけど、いやすごいなこの姉ちゃんと思ってすごいんですよ、そんな買ったことないですよ、はい、僕、いや、中和ウィザードを愛しておりまして、すごいな、こう愛する人に貢いじゃうタイプですね。そうです
本当にそうです気をつけてくださいね。はい、気をつけます。はい、はい、すいません。お父さんからの忠告みたいな感じですよ、もう。いや本当今日ね、親子出演というか親子 YouTube みたいな感じになってて、もうちょうどお父さんぐらいの年代だと思うんでねやべえなと思ってるんですけど、まあそれはさておき、はい、ということでね、森田さん1投目は、スタニングローズ上げたんですけれども、はい、じゃあ続いて2投目森田さんに聞いていきましょう、はい、森田さんが騎手予想で選んだ2投目どの馬でしょうか。はい、私が選んだ2投目はこちら、はい、レーン騎手騎乗のウィンマリリンにしました。おお、ウィンマリリン、ウィン・マリリンは今回乗り換わりですよね。松岡ジョッキーがウィン・キートスに回ったんで、はい、マリリンはレーン騎手ということです。はい、はいはい、そうですね、まず外国人ジョッキーのデータがどうしてもちょっと直近、今まで普通に集計している2021年以降とかにしてしまうとかなりデータ数が少なかったり乗られてなかったりするので、うん、ちょっと広く取って外国人ジョッキーのデータをまとめてみたんですけども、うんうんうん、はい、まずこちらが阪神芝 2200m の外国人騎手の成績です、こちらが直近約10年の成績にしたかったので2013年1月以降から先週までの成績にしました。でこちらなんですけども、はい、基本的にはレーン騎手が、まあ4回だけ乗られているんですけど2101ということで勝率5割、うんうん、副勝率 75% ということで、もうすごい勝負強さを、はい、残ってあります、うんうん、でクリスチャン・デムーロ騎手が2005ということで、勝率副勝率同じくで 28.6%、はい、あとはムーロ騎手とフォーリー騎手は1回だけ騎乗されてどちらも馬券圏外というようなデータになってます。でさらにもうちょっと範囲を広く取りまして、はい、阪神芝全コースのデータも、はい、入ってみたんですけども、こちらも、はい、範囲選択が同じく2013年1月以降から先週までなんですが、こちらもレーン騎手安定されていまして、3137で勝率 21.4% 副勝率 50%、 で、クリスチャン・デムーロ騎手もこちら安定されているんですが29、15、16、67で 22.8% 副勝率が 47.2% となっております。なるほどね。なんかレーン騎手ってイメージで勝手になんか東京が一番いい、東京でこそみたいな感じがあって、他の城だとどうなんかなと思ってたんですけど、はい、でも考えてみれば自分が宝塚で本命にしたヒシイグアスはレーン騎手乗ってたんですよね、2200でね。ってことはやっぱりレーン騎手って達者なんですね、どこで乗っても。そうですね、はい、まあ、もちろん東京も得意ですし、私は前回、競馬ラボさんのコラムでオークスの時に書かせていただいた時に穴馬、はい、こちらも同じくですがスタニングローズを挙げさせていただいてたんですが、この時は10番人気のスタニングローズで、はい、レーン騎手が騎乗されていました。でこの時もレーン騎手東京成績もいいのでということで挙げさせていただいてました。なるほど、さりげなく自慢話も織り込みながら、はい、なるほどね、そうなんだ。でもこれ鹿野くんやっぱり意外でしたよね、阪神そこまで良かったのかと。レーン騎手、そうですね、なんかクリスチャン・デムーロ騎手が阪神得意で東京いまいちっていうのはなんとなくイメージあったんですけど、うんうんうん、これ面白いですね、うんうん、そうですね。あとあれですね、こうね、森田さんというと、まあ、あのよく拝見させていただくんですけれども、やっぱりこうさっきも言いましたけどルメールっていうのはね、はい、必ずあのムルベールの似顔絵を出してるっていう毎週のようにっていうイメージがあるんですけどルメール騎手って意外とそうでもなかったんだ。そうですね、今回の、阪神芝 2200m の成績ですと、2021年以降の範囲ですと、1004で、勝率も副勝率も 20% となっておりまして、ルメール騎手にしてはちょっとという、うん、成績ですね。なるほどね、はい、でも21年から20年になるとルメールが勝ってるんだけどね、ラッキーライラックで、ね、このレース阪神で、ね、範囲が難しいです、範囲がね。これちなみに質問したいんですけど、これ21年っていうふうにしたのっていうのは何か森田さんの中でこう、はい、なんか理由というかあるんですか。普段騎乗されてる方のその近い期間の傾向をチェックするにはそれぐらいがベストなのかなと考えております。それはやっぱりこう普段毎週のように騎手で定点観測をレースした場合に、こう1年のスパンぐらいの方がその実情を反映してるっていう、そういう感じなんですかね、そういう感覚を持ったってこと。それ
もそうですし、あのまあ一通りの競馬場とかの傾向が、あのまあ1年でその集計上ちょうどいいというところもあります。あ、なるほどね、そういった部分なんですね、はい、そっか。ルメールってでもこの1年だと5回ぐらいしか乗ってないんだ。そうですね、このコースの騎乗数が少ないですね。なるほどね、わかりました。はい、ね、ちゃんとあのフォーリーとかまで、ね、マジカルラグーンに乗るフォーリー騎手の成績まで見ていただいて、フォーリー1回乗ってたんですね。そっちの方がびっくりしましたけどね。そうですね、こちらはちょっと範囲は広いものになりますが、1回だけ、はい、馬券圏外です、はい、わかりました。ということで、もう一投目、まあ、ウィン・マリリン上がったんですけれども、まあ、ウィン・マリリンは確かにあのここのとこずっと確かあれですよね、カノさん、あのひ肘、馬の肘って珍しいと思うんですけど、はい、ずっと調子悪かったんですよねっていう話ですね。なんか怪我してて、でそれ治療してやっと成績が良くなってきたっていう、札幌記念で一気に上向いたっていうところで、本来のね、こうウィン・マリリンの姿っていうのは多分あの今週見られるんじゃないかと、上杯で見られるんじゃないのかなというふうに私も思ってます。今年結構ねメンバー強いですけれども、ウィン・マリリンがもしベストの状態で出られるのであれば、あ、これはもう十分勝ち負けになるんじゃないかなというふうに私もねちょっと期待をしているんですけどね、まあ、宝塚でお世話になったレーン騎手でもありますし、ここはもう一回ちょっと私を助けていただきたいというふうに思います。で阪神の2200に合わせてレーン騎手また来てくれたと勝手に解釈をしておりますので、はい、はい、というところでございますが、あとなんかちょっとなんかこう2頭今のところこうね思い印でっていうのは聞いたんですけど、なんかこう個人的に騎手データから見てこう騎乗回数すごく少ないんだけど穴っぽいよみたいな、そんな騎手っていうのはなんかいるんですか？スタンニングローズ、ウィン・マリリンよりも人気がなさそうな、うん、馬奇襲でもう一頭気になっている、はい、馬がいるんですけども、うん、はい、こちらはちょっと私の YouTube チャンネルの方でご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。いや、もうだんだん慣れてきた、商売上手になってきましたね。うまいですね、はい、ということでね、まあ、私もあのとっておきの穴馬はつってあのトレジャーハンティングでって言ってるんで、まあ、同じことですね。森田さんの隠し穴馬っていうのはいるそうなんで、これはぜひ森田さんの YouTube チャンネル、はい、正式名称何でしたっけ？あ、はい、森田愛お絵描き競馬予想です。はい、森田愛お絵描き競馬予想だそうですね、はい、ぜひそれをチェックしてください。ちなみにこれいつ頃アップされます？はい、こちらの私の YouTube チャンネルでの予想は土曜日までには投稿させていただきますので、よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、皆さんチェックしてみてください、はい、ということで、なんかねこうさっきも言いましたけれども、まあ、かなり年齢差のある父娘コンビで前半お送りしてまいりましたけれどもなんかお知らせしたいことありますか？活躍の場を広げている森田さんとしてはありがとうございます。あの、はい、本当にこの場で言わせていただいていいのかといったような感じなんですけども、あの、はい、今度12月の3日土曜日にですね、あの私、はい、個人的に単独の、チャンピオンズカップ予想イベントを開催させていただきます、はい、うん、であの大阪の豊中にある、リップセカンドというライブハウスで行うんですけども、はい、こちらが、はい、ちょっとキャパの都合上定員50名様までということで、受付中でございます。あのまだ若干余裕がありますので、はい、もし興味のある方がいらっしゃいましたら、はい、あの私の SNS かもしくは、先日上げた告知の動画の方に詳細を記載しておりますので、よろしければそちらもご覧いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ぜひね森田さんの SNS、 SNS ってことはツイッターとかなのかな？はい、ツイッター、インスタグラムの方に、はい、はいはい、ツイッター、インスタグラム、それからいやいや森田さんの YouTube チャンネルにもあの、はい、あるということですよね、はい、導入といいますか。はい、告知の動画を出させていただいております。はいはい、じゃあそちらをねぜひチェックして、まあ、ちょっとね場所が限定されますけれども、はい、お近くにもしいらっしゃる方、行ってみて、いただければと思います。これちなみにこれ意地悪なこと聞きますけど、はい、チャンピオンズカップの日にしようと思ったのは多分チュアウィザードが出るからこの日抑えようと思ってたってことはないですか？いや、そんなことないんです。むしろ逆でして、あのチュアウィザードが出なくなっちゃったので、何かそのこの心に開いてしまった穴を埋めたくてあー、そういうことなんだ、はい、あー、なるほど。あ、ちなみにね、あのご存じない方のために言っておきますが、もう森田さんは中和ウィザード命の、はい、人だったんですよ、はい、でそれがね急遽引退してしまったということでね、はい、残念ながら、じゃ あの失恋の焼け食いみたいな感じでイベントするということですね。そうですね
というところでね、競馬大学前半はもうあっという間でしたけれども、競馬 YouTuber 森田愛さんを迎えしました。森田さん、最後一つだけちょっと私からお願いがあるんだけどいいですかね。はい、あの森田さんの YouTube を拝見してますと、最後必ず、はい、ではまたで終わるじゃないですか。はい、あれはあの私と一緒にやっていただけないかなと分かりました。あのおじさんのささやかな夢でございますんで、はい、あの私がせーのって言うんで、そしたらあのではまたで終わりたいと分かりました。よろしいでしょうか。はい、じゃあ、はい、もう一回締めたいと思います。ということで今日のゲスト森田愛さんでした。せーの、ではまた。はい、ありがとうございました。また来てください。はい、ということで競馬大学後半はですね、今度は私水上の解体2頭ということでいきたいと思います。じゃあまず早速いきましょう。1頭目ですがこちらです。はい、ウィンマリリンです。はい、まあ、さっきも言ったんですけれども、私実はね去年、ここで言ったかどうかはちょっと忘れましたが、本当は女王杯でウィンマリリンを本命にする予定だったんですよ。あのところが週中になって、やはりちょっと調教がどうなんだっていうね、あのいろんなこうニュース情報入ってきて、やはりあのこれまでねちょっと小康状態で我慢しながら走らせていた足の状態が少し悪くなっているというような話もあって、まあそうなってくると、印は確か抑えで白三角ぐらいは打ったと思うんですけれども、ちょっと本命を打てないということで、当初対抗予定だったステラリアを本命に引き上げたというような実はね事情があったんです。ところが今年はさっきも言ったように、足元の状態が良くなったということで、非常に陣営もね強気なコメントが出てますし、でまあさっきのねこう森田さんの話ではないですが、レーンジョッキーが乗ってきたということですよね。あの宝塚記念でも内回りの2200で、ああいったこう攻める騎乗をしてくれるジョッキーが乗ってくれたということ、まあこれね松岡騎手がどうこうということではなくて、まあそういった意味でいくと、レーン騎手っていうのはもう初めて乗る馬であってもしっかり結果をね出せるタイプであるということですよね。でそもそも、ウィン・マリリン自身の実績がやっぱり素晴らしいと思うんですよ。あのオークス2着があって、で2年前ですか、阪神でやった1年目の女王杯で4着で、その時の4着とはいえ先着した3頭が、ラッキーライラックとサラキアとラブゾンリユーなわけですから、その後の4着ということですよね。それを3歳の身で、マークしたという、このあたりの能力で、その後ね春の天皇賞3200で5着に来て、オールカマー勝って日経賞勝ってっていうことで、まあもう本当に、それを考えれば、牝馬、現役馬の牝馬としてはもう屈指の能力があると言っていいと思うんですよね。でそもそもさっきもね紹介した戦績、その日経賞やオールカマーっていうねことを考えれば、急坂コースめちゃめちゃ得意というのも間違いないですし、スクリーンヒーロー3区なんですが、スクリーンヒーローのね子供自体がそもそも坂コース非常に成績がいいというところもあります。でまあ問題はちょっと雨なんですけれども、確かにねお母さん母父がフサイチペガサスなんで、ちょっとダート色強い、こういうタイプっていうのはどっちかって言ったら時計がね早く流れる決着の方が、まあ、向いているっていうのは間違いないんですよ。なのであんまりぐちゃぐちゃになってほしくはないかなと思うんですが、ただそのどう言ったらいいんだろう、力のいる芝、両馬場で力のいる状態を早く走る、これがね一番合ってる馬なんで、こうそういうようなねコンディションになってくれればいいかなと。あの先週までの阪神はあの少しずつ時計かかりだしたとはいえ、まだね早い時計が結構出てましたんで、それが少しほどほどの雨で、時計の出方がこう緩和されてくると、逆に一番いい馬場状態になっているということも言えると思うんですよね。まあ希望的観測でこればっかりはもう当日になってみないと何とも言えないんですが、まあ、そういった部分もありますので、ウィン・マリリンにとっては舞台設定もいいかなと。まあ枠的な部分はねちょっとどうなのかなっていうのがあって、その辺はまあ鹿野くんにも聞いてみたいと思うんですが、7枠13番なんですけどね、まあ外がいいのか内がいいのかこのコースよく分かりませんが、鹿野くんどうですか、ウィン・マリリン。ウィン・マリリンはポジションがちょっと問題ですよね、これ。あ、ポジション位置取り、はい、これエリザベス女王杯が阪神でやった2年間なんですけど、はい、とにかく前にいた馬が来ません。前にいた馬は来ない。はい。で、ウィン・マリリン、はい、一昨年も4着で、唯一この馬前で残ったんですけど、うんうんうん、それでも4着なんですよね。なるほどね。で、あの年って、ノームコアだけがハイペースで、後ろはそんなに速くなかったんですけど、うんうんうん、それでもやっぱりギリギリ4着に負けちゃうぐらい、
本当この後ろから来た馬に刺されちゃうんですよね、うん、1着ラッキーライラック11三角11番手サラキアが三角15番手、うん、ラブズオンリーユー三角13番手ということで、やっぱりこのレースはとにかくさっき水上さんもお話ありましたけど、牝馬にとって阪神 2200m ってめちゃくちゃタフで、うん、前に行った馬はかなり辛い舞台なんじゃないかなと思ってます。なるほど。あとは阪神で実はそのエリザベス女王杯4着ありますけど、放送したことは一度もないっていうのと、うん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 、まあ今回あれなんでしょうね、うん、早めに立冬に入れて準備してるんですね。はい、そうですね。そこがいい方に出れば前に行った中では残る可能性はあると思いますけども、あんまり行き過ぎちゃうと向かないかなっていう感じです。あ、なるほどね、まあ、確かに私さっきあの攻めた騎乗をするということで連騎士のことを言ったんですが、当然前の方に取ると思うんですよね。もともとこの馬自体の客室もそうですし、騎手がある程度好意取ってそこからもう一伸びさせるっていうような戦法だと思うんで、まあ、確かにあのその一伸びが前に行くことによってこう止まるっていうね、そういうコースレースなのかもしれないとは、確かにそういう懸念はなきにしもあらずかなというふうには思いますけれどもね。なるほどね、そのあたりは少し心配だというね、鹿野くんの、まあ、助言といいますか牽制ありまして、ちょっとね、私1投目に挙げたんですけれども、うーんというふうに今うなってるところでございます。はい、そうですね。あとはやっぱりこれ去年のこれあるんですけど、外を勢いよく回してきた馬が、うん、そのまま惰性で流れ込むっていうんですかね、そのなんていうのかな、うんうんうん、エンジンのかけどころが早い馬が外回しても来るっていうイメージですかね。かウィンマリリンって結構内で溜めて、うんうん、ギリギリで溜めてた頃をピュッて伸ばすタイプだと思うんで、うんうん、そういう馬だと外からもうエンジン吹かしてきた馬に伸び負けちゃうっていうイメージですかね。なるほどね。あ、なるほど。ただレーン騎手って結構最初から吹かすんで、うん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 、もう外から早めに吹かしますよ、ね、はい、外から早めに吹かして四角先頭っていう競馬するともしかしたらあるかなっていう感じですかね。うん、なるほどね、うん、でもまあ確かにあれですよね、ウィンマレリン、あのオークスの時も結構差し馬場みたいなところで1頭だけ前行って残って2着っていうのも、まあ、あの時は乗ったのが多分ノリさんだったかなと思うんですけど、そういったことができるんで、多分能力的にはね、なんとか前立ち回ってもこの馬だけ頑張るっていうことにができるんじゃないかと、まあ、私はねちょっと信じたいなというふうに思っております。はい、ということで私は1投目ウィンマリリンを押したいということですね。というところで私の最終的な本命馬、そしてもうお宝馬ですね、こちらの方は競馬ラボ血統トレジャーハンティング、こちらをね見ていただければと思います。去年のエリザベス女王杯では、本命にステラリア、そしてお宝馬としました赤い糸を指名して、非常に、美味しい馬券にありつくことができました。今年もねなんとか柳の下に2匹目の土壌を探したいと思っておりますので、ぜひレース前日の夜更新されます、チェックしてみてください。概要欄にリンクを貼ってあります。水上さん、はい、はい、このエリザベス女王杯で当たって番組の参加もほぼ確定したんですよね。いや、まだ確定は、参加は無理G1 タイトルは確定したけど、さすがに特大ホームラン打ちましたからね、ここで。まあそうですけどね、まあまあまあね、出会い頭の一発みたいなもんですよ、はい、というところで、まあね、もう過ぎたことは過ぎたことでございますんでね、次行ってみたいと思います。私のねエリザベス女王杯で買いたい2頭目でございますが、こちらです。デアリングタクトとしました。はい、まあ、ちょっとねおとなしめではあるんですけど、予想がね、だけどまあ意外と人気割れそうですし、前回のこう、まあ、大敗といいますか6着で少し人気も下がりそうなんでね、それならあえて、もう一回押してみようかなと思います。まあ、この馬に関してはオールガマーの内容についてはもういろんなところで言われてるんですが、非常にこう内がね有利な馬場で外回してきて伸びなかったっていうところなんですよね。ただまあ私はそれだけが原因じゃないというふうに思うんですよ。やっぱり照準を
どっちかって言ったらこの後の G1 に向けていたんじゃないのかなというふうに思うんですよね。これまでのデアリングタクトって前哨戦もそうなんですけど、あのしっかりとこうステップもいいレースして、そして G1 もっていうことをずっとやってきたわけですけれども、まあ、やっぱりコバになってっていうこともあるし、大怪我したからっていうこともあると思うんですけれども、同じようなことはやっぱり辛いだろうというふうに、まあ、陣営が思ったかどうか分かりませんよ。私はそう判断してるんですけれども、まあ、なのでオールカマーの仕上げは私はまだまだだったんだと思います。コースのことももちろんあったと思いますが、私はやっぱり G1 に照準を向けていたんではないのかなというふうに考えてるんですよね。となると今回は前走とは違うデアリングタクトが見られる可能性は十分あるんではないかなと思います。でこの馬の場合はあとその雨の心配がいらないということですよね。あの桜花賞を勝った時非常に悪い馬場で、まあ、阪神の外回りでしたけれども、まあ、非常に強い競馬を見せました。もう道割る適性はもう言うまでもないというところですね。であとこのエリザベス女王杯っていうレースは、まあ、一昨年はもうねさっきもちょっと言ったんですけど、ラッキーライラック、サラキア、ラブズオンリーユっていうふうにまあすでに名品だった馬、あとはこの後に名品になった馬とかね、まあ、そういった部分でまあこう名品祭りみたいなところがあったんですけれど、まあでオルフェーブルとかねディープインパクトの3区が上位占めたんですけど、去年はもう絆とロベルト祭りだったんですよね。絆3区が1、2着して、あと母の父と父にロベルトを持つ馬が1着と3着取ったっていうことで、まあそういったようなこうところがあるんですけど、このデアリングタクトって両方の要素を持ってるじゃないですか。もう三冠牝馬なんで歴史的名品であることは疑いがない。そしてエピファネア3区ですからロベルト系であるというところで、まあ、この阪神で行われた2回分のエリザベス女王杯両方のねこう要素を持っているということが血統面からも言えます。ということであれば、まあ、今回デアリングタクトにとって、その高速決着の京都よりも少し雨降って時計かかる阪神の方が、上杯ということで考えれば私はいいんじゃないのかなというふうに判断をしました。鹿野くん、デアリングタクトはいかがなものですか？これはいいと思いますね。これはさっきあなたが言ったそのまくってきて惰性で4コーナーっていう感じでしょう。はい、これ去年の赤い糸、うん、これが去年のステラリアなんですけど、はい、デアリングタクトもいかにもここにいそうじゃないですか。で今年の宝塚記念もこの位置から指してきたんですよね、この馬。そうなんですよね、外の後ろから。で宝塚記念って、うんうん、これ僕この動画で言ったと思うんですけど、うん、基本前にいないとダメなんですよね、うん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 、っていうのは宝塚記念って天皇賞春とか有馬記念で前で押し切るような馬が好走する超タフレースじゃないですか、はいはいはい、だから後ろから来る馬が足そがれちゃっても追い込めないっていうレースなんですけど、エリザベス女王杯は逆で、前に行った逃げ先行馬、中距離タイプの牝馬の逃げ先行馬は持ちません。で、うん、後ろから来る馬の方が有利ですって言ったら、もうスタミナはもうデアリングタクト、宝塚ゲームで証明してますし、うん、で、位置取り的にもおそらく2枠4番ですけど、直線入り口では外に出す競馬をするでしょうし、うん、まあこれは結構高走率高そうだなと思ってます。うん、そうなんですよね。やっぱりその宝塚記念もそうですけれども、やっぱりスタート後とそれからゴール前と2回ね急坂を登るっていうのがこの阪神の内回りコースの2200m で、しかも内回りコースで直線短いですから、まあ、さっきもね鹿野くんが言ってましたけれども、動き出しが速くなるという、2回坂登んなきゃいけないのに動き出しも速いっていうことで、本当にタフなコース設定だというふうに思います。まあ、なので、そういったところをこう克服できるこう強さっていうかね、馬力スタミナそういったものがないと、ちょっと辛いかなというふうに思います。その意味では、まあ、デアリングタクト今回その客室的な部分もそうなんですけれど、もうそういったなんていうのかな、こうスケールといいますか強さっていうか、こう競走馬としての強さはもう証明済みなんで、私は復活のシーンはもう十分あるんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということで私の推したい馬2頭目はデアリングタクトでした。さて、では参りましょう。鹿野くんのこの1頭ということですけれども、はい、展開面中心にどんな馬を今回は推すでしょうか？はい、今回ちょっと穴で狙いたいのはこれです。お、ルビーカサブランカ。わあ、ここのとこの G1 がちょっとなかなか穴馬見つかんないって苦労してた分、思い切ってフラストレーションを解消してきましたね、これで。もう去年のレース見てもエリザベス女王杯阪神でやるときはもう思いっきり振り回しちゃっていいかなと思ってます。なるほど。はい、でこんだけ追い込み
タイプが届く G1 ってなかなかないんですよね。これさっきからずっと出してるんですけど、うんうんうん、これ去年の4コーナーなんですけど、一昨年もさっき話したように、はい、3コーナーでは後ろにいた馬が 1,2,3 着、うん、でやっぱり外回したんですよね。みんなラブズオンリーユーも、うんうんうん、サラキアもラッキーライラックもみんなこの外回して早めに吹かしていって、はい、そのまま直線でバーって先行馬を飲み込むっていうレースをもうババとかペース問わず去年一昨年って全く同じようなレースが行われてますんで、うんうん、今年もまあ同じレースが行われるんじゃないかというところから始まって、うん、はい、で去年上位に来た3頭って他の場所の G1 っていうんですかね、他の距離とか他の競馬場の G1 ではほとんど構想してないような馬が上位に来たじゃないですか、はい、で今年ルビーカサブランカですよ。もう、なるほど。牝馬の重賞が行われる1600、1800、2000メートルじゃもう全然距離が足んなくて、うん。差し届かない。でも、上がりはメンバー上位っていう。うん、もうなんか、去年の赤い糸とか、ステラリアとか、まあ、馬券にはなりませんでしたけど、ソフトフルートとか。うん。もうエリザベス女王杯で来る穴馬の要素がかなりありますんで、今年。うん。このルビーカサブランカ、今まで差し届かなかったですけど、今回はちょっと、早めに横山和夫ジョッキーに吹かしてもらって、うん、直線先行馬を飲み込むというシーンがあるかなって期待してるんですけどね、どうでしょうか。なるほどね。まあ確かにね、こう無欲な、ね、時のこういった和夫ジョッキーみたいなのは確かに怖いかなという気もしますし、阪神もねこの馬2回勝ってますよね、うん、特にあのオリオンステークスですかね、これも外から早めに吹かしていって、うん、ボバの3勝クラスですけど快勝したんで、うん、同じ競馬ができるとは思いませんけど、まあ、向いてなくはないと思ってるんですけどね。まあ、なるほどね。で血統的には多分これ渋った馬場良さそうですよ。金亀にダンスインザダーク、うん、これはいいような気もするな。渋ったら上がりがかかったらもう持ってこいなんで、こういうタイプは。できたらもう大馬場ぐらいにはなっちゃった方がむしろよりいいのかなというような気もしますね。じゃあ雨声しますもん、うん、雨乞いしますか、はい、これ枠的な部分も6枠12番っていうのはまあまあだ外へ出しやすいとは言わないけど出しにくくもないね。去年も、うん、一昨年も8枠の馬が勝ってるんですよね。うんうん、ああなるほどなるほど。でやっぱりここの外を回すためにはやっぱりこの大外すぎても中盤でロスがありますし、うん、でこの枠の並びがちょっといいなと思って、うんうん、あの横山武史ジョッキーのナミュールとか酒井隆成ジョッキーのスタニングローズが隣、うん、その隣にいて、はい、でスタニングローズ先行かせてナミュールが多分それについてってそのナミュールの横山武史ジョッキーについていくと、うん、多分ちょうどいい具合にこの外のこの辺にいるんじゃないかなっていう予想です。なるほどね。というところでね、もう鹿野くんらしさがもう前面に押し出した推奨馬だと思いますが、ルビーカサブランカ馬が来ないんですよ。ここにいる馬来ますよって言って毎回この辺にいる馬来るんですけど、うんうんうん、馬を外すってパターンが最近続いてるんだな。あーそっか、はい、ゾーン合ってるけどピンポイントで外れちゃうってことなのか。なるほどね、はい、でもまあ展開をねこう読む上で毎週ねこの鹿野くんのその発案したといいますかねビジュアルのこの、展開予想というのは非常に役に立ってると思いますんでね、ぜひ参考にしてみてください。はい、はい、というところでね、じゃあ出演者の推奨馬が出揃ったところで最後にまとめておきましょう。前半に出ていただいた森田愛さんはスタニングローズとウィンマリリン、私水上がやはりウィンマリリン、それからデアリングタクト、カノのこの一頭はルビーカサブランカというふうになっております。今これを収録しておりますのは11月11日の金曜日、枠順確定直後に収録しております。まあ天気のね具合とか雨の降り方、この後どうなっていくかによってね、まあちょっと非常に難しいところがあるかなとは思うんですけれど、まあ、私この今日紹介した2頭、私はですよ、私はまあそれほど変えないかなというふうに思ってます。天気に関わらず重い扱いをするんではないかなというふうに考えております。で最終見解といいますか、穴馬、とっておきの穴馬はぜひ競馬ラボケットトレジャーハンティング見ていただければというふうに思っております。というところで今回の競馬大学、ここまでとなります。次回はマイルチャンピオンシップでお会いいたしましょう。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。